メリークリスマス！クリスマス！クリスマス！まであと数十日ということで、今回コジーザキャットというこちらのね、サンタさんが出てくるちょっと可愛めなホラーゲーム実況していこうかなと思います。はい、可愛いか？このサンタさん完全にこの少年のことをなんか睨み殺そうとしてるよね。どんな恨みがあんねん。はい、じゃあちょっとやっていきましょうか。可愛いね、猫ちゃんは。うん、はい、うん、一応ホラーゲーム2本立てです。はい、あ、かわいい、なんかこの子、うん、かわいい、え、うわー、ちょっと待ってよ、怖えぞこれ。近くの写真が倒れた。だるまさんが転んだか、これ。そういう感じね。早いよね、一瞬で影がさ後ろに来たから。あー、なるほど、こうやって窓を開けていくのか。はい、怖え怖え怖え、こいつやべえぞ。上行った方がいいかな。あ、でもそこも扉ある。うわ、来てる。はい、なんやねんそれ、どういうこと。これひょっとしたら猫ちゃんを逃がさないようにこうやって閉めんのか。あー、なるほど、誰が開けてんのこれ。早い、あぶね、ちょっと手を。いいね、こういう感じか。面白いじゃないの。猫ちゃん逃げないでよ、頼むから。はい。うぶんね。え、大丈夫これ。ダメだった？あー、ダメっぽい。下の赤いゲージがマックスになったらダメなのか。あ、待って。サンタさん。見えそうだよ。サービスショットがね、見れましたが。あー、でもゲージはさ、これ窓閉めても溜まり続けるね。なんで？これ当たったらどうなる？あ、待って。これさ、ひょっとしたら、あー、なるほど。これっぽい。あぶねえ。いや、これまずいぞ。だからハンガーか。はいはい。この缶詰を猫ちゃんに与えないとブチ切れるんだ。さっきライオン化してましたもんね。お腹すくとダメなんだ。はい。これ、あー、消えた消えた。よかった。なるほどね。あー、なるほど。これ難しいぞ。扉も閉めながら猫ちゃんに餌を与えないといけないっていうホラーゲームか。はいはい。ハンガーにゃ、お前にゃ。あれ、ちょっと待てよ。あれあれあれ、閉めて向こう側行ったんでギリギリまで。はい、オッケー、あれ、いいぞ。ふねこちゃん、うしいね。さあ次窓が、あ、ここか。うう、危ねえ。あ、そこ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 。うわ、待って、間に合うかこれ。はい、どんくらい、むずない？これめっちゃむずいぞ。クリアできる気がしない。はい。まあ、ちょっとクリア目指さず頑張っていきましょうか。どういうこと？この子さ、SCP ナミさんより早いかもしんねえ。はい、はい。まずいっす。はい。これ、餌はさ、簡単にゲージ減らせるんだけどさ、窓むずくない？あ、待て、まずい。いけるかな？ギリギリいける。はい。ねむね。あ、しゃしゃしゃ、危ない危ない。あ、いちまった。こうやって見ながら。ふう、いいね、餌取りに行こう。ささささささ。くんじゃないよ、あんた。この餌全部減らさないとダメとかじゃないよね。ダメだよ、そんなの。まずい、一気にやっちゃう。はい。あぶねえ、餌も餌も。開けた？あ、なんで判定、判定が。せーの。オッケー。あぶねえ。次あっち。ふう、ふう。いやー、こんなん無理やん。えっ、マジか、結構いいとこまで行ってんの今。猫ちゃんお腹すきぽよ。よし、このクリスマスのターキー食いてえよ俺。ダメかな、食わしてくんねえかな。窓開いてる？開いてるわ。まずい、やめろ、来んな。はい、回復して頼む。猫ちゃんゲージが、次の窓閉めたら、いや、もう開けちゃうか。し。行くぞ。はい。あぶねえ。窓減ってくれ。ここ閉めたら行っちゃおう。はい。うわ、あぶねえ。ちょっと！これ無理ない！あぶねえ！いけるこれ。無理だ！あ、ぶんねえ。ギリギリだったわ。ふぅ。OK。お腹空かないから大丈夫、猫ちゃん。これで、
よし、ちょっと取って。危ない危ない危ない。ふぅ。こっち側から聞こえる。さあ、猫ちゃんお腹空腹ゲージ。よし。いいぞ。次そっちね。やばい。間に合わねえ、これ。いや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 、無理っしょ。無理や、こんな。そう、猛獣か何？猫ちゃん！危ねえ。ふぅ。結構いいところまで行ってると思う。いい感じ。かかってこいや。やっぱ来ないで、まずい。危ねえ。そろそろ猫ちゃんがお腹すく。回復してくれ、頼む。うい。上来い、キマ。キマとか。お前来い。よし。いいんじゃないの、これ。猫ちゃん。オッケー。早いんだよ。一応もう一個取りに行くか。ここ閉めてから行こう。ふー、危ねえ。あべ、あげちゃったよ。すぐあげんねん、これ。いけるかな？あ、いけそう。うわー、やめてそれ。ダメなの。すぐ溜まるからさ。でも、10時まで行ったぞ。惜しい。待って、これ、窓全然回復しない。まずい。ダメっすよ、それ。猫ちゃん。猫ちゃん、フード。あ、フードもう受け付けないもん。なんでなの？あれ、ちょっと早いぞ。レンチャンで来る。こいつ上におびき寄せよ。ふう、そっちかい。まずいぞこれ、距離的に。えへ、そんな声出さないで。曲なくなったぞ。ふうわ、二重で開く。怖いよ。早く回復して。お腹空いちゃうから、猫ちゃんが。うわ、やばい。これさ、全然回復しないよね、窓。猫ちゃんはすぐ回復すんだけどさ。やべ。窓一瞬こう開けちゃうと、もう結構厳しいんで。いや、もうこれクリアっしょ。実質。いいやろ、もうこれ。危ねえ！さあ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 。お腹空いてる。早く行かなきゃ。間に合わねえ、これ。おーい。え、てか、キャットフード取れないじゃん、もう。なんやねん。さて、お次は、フレッシュサースティバス。こちら実況をしていこうかなと思います。なんか、バス停が舞台のホラーゲームらしいですね。そう、VHS タイプというか、レトロな VHS ですね。VHS はもうレトロじゃねえか。行きましょう。はい。こっからまたさらに怖くなるんで、怖いのが苦手な方は、閲覧注意でお願いします。さあ、やっていきましょうか。これ、出れる？出れませんね。うん。ビデオがある。これを見ていくのかな？見ましょう。はい。これに入れて、うん。あ、なるほど。今テレビ視聴中ね。はい。あ、これは？うん。行方不明ポスターがありまして。はい。車が通ったのか。また来るぞ。バスが来ませんね。はい。さっきのサンタクロース怖かったな。そう、あれね。あのままやってても、そう、クリアできないのよ。そう、多分早期アクセスだからアップデート期待だね。次アップデート軽く入ったら多分クリアできるんじゃないかな。そう、もう餌がね、取れなくなるのよ。無理ゲーでしょ？来た！バスこれ。あ、でもなんかいい！あれだね、なんか自動運転バスって感じがする。そう、入っていきましょう。イエス。内装古いな。外か、すごい自動運転かと見間違うぐらい最先端っぽい雰囲気してんのに中古っ。なんだこれ。はい。どっかにすればいいのかな。うん。一番後ろがいいな。なんで Google 翻訳のボイス。はい。これ違うんだ。自分が座る、決まってる場所があるのかなぽいな。はい。違うぞ。はい。てかさ、あ、ここか。なんだこれ。さっきの別の席でさ、左上の名前みたいなやつあったじゃないですか。さっきのミッシングポスターの方の名前じゃない。うーわ、なにこれ、肉バスだ。やった。なかなか珍しいもんが見れましたね。あれ、これ終わり？あ、終わりじゃない。まだついてる。うーわ、今で来ちゃった。おかえり。はい。
これ夢かなと思ったんだけど、あ、終わりましたね。一瞬夢かなと思いきや、これ部屋にも侵食されちゃったみたいな感じか。 SCP でさ、こういう肉のお家入るやつあったよね。懐かしいな。さて、お次はショップシフトやっていきましょうか。結局3本立てになりましたね。はい、ニューゲーム言いましょう。これも同じ方の作品か。やっていきましょうか。ミッシェルさん、うん、主人公ミッシェル。はい、あ、なるほど、ドライブでここに来たんだね。立ち、おい猛スピードで帰ってったな。相当嫌だったんだろうな、この主人公と一緒にいるの。はい、さあ入っていきましょうか、うん、これコンビニっていうよりトイレだろ。なんかいるコンビニの扉っぽいものを開けてなんかいるはすげえ失礼だなすいません。うわ、どうなってんのそれ首キャッてなってんじゃん呼吸できてるけど大丈夫？すげえパッツパツだな若干だけどチュッパチャップスみたいな T シャツに見える。怒った怒った。うん。店員さんの代わりしたのかなこれ。憑依したの？それともさっきの自分ってことかなこれが。違うわ。うん。店員さん代わりにこれ操作していくのね。はい。ちょ、英文よくわかんないけど。あ！どんどん変わっていくんだ。やった。この人も首キュッてなってるね。大丈夫かな？死んでないかな？はい。あれ？なんかカウントダウンされてるよ。うん。休憩入りましたが。休憩どこで休憩すんの？ここ？休憩できないでしょ、これ。完全に独房じゃねえか。これ出れる？出れない。うん。30秒待つのかな？どこでブレイクタイムすんのこれ。はい。ここで待ちましょうか。と言いつつ、あ、なんかあるぞ。食べれるこれ。食べよ。業務中に食べちゃう。業務中だからこそ食べちゃう。ね、さて、時間がそろそろ終わりを迎えますよ。はい。休憩が終わって、また仕事が入んのか。はい。これで、お客さんが来て、うん、ビール欲しって。はい。ありがとうございます。この方は？うん。テッカテカやな。この人もビールか。はい。なんだ？なんか今までの人とは違う動きのお客さんが来たね。うん。そして体武装色になってんじゃん。はい。話しかけていきましょうか。なんか怪しいよ。うん。あ、やばい！口説かれてるわ。主人公女性ですからね。はい。ありがとう。怖いなぁ。はい。なんかいろいろ聞かれてますよ。彼氏がいるかとか。はい。早く売っちゃえ、売っちゃえ！ガムのパック。はい。終わりかなこれ。いなくなった。怖え怖え。はい。お次は3分間。うん。この3分の間何すんの？もうできなさそうね。待ってる間多分怪奇現象が起きるんじゃないかな。怪奇現象っていうかさっきの人が来んのか。はい。こっちはいけないね。さあ、動き回ってはいましたが、特に何もなくこの時間まで来ました。はい。なんか変わるかな？何だったのこの3分。1分でいいだろ。淡々と突っ込み入れちゃった。はい。もう近いってきたのか。おっと、さっきの人かな？出よ出よ。あれ？こっちか。はい。どういう家？これ。はい。ちょっと待って、これさっきの人っぽい。あ、うん、ぽいね。はい。危険人物。君一人って言われてます。はい。どうすんの？やばいこれ。今自分家の前にいるって。前に行こう。うーわ、入ってきた！最悪、何こいつ。気持ち悪い。どうなっちゃったの主人公。マジか、車に乗ってた彼氏かな？友達かな？別れない方がよかったよね。うーわ、怖っ。はい、ということで今回3つのホラーゲームを実況させていただきましたが、皆さんはどれが怖かったですか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。